史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様を私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目は北条夫人。今日も最後まで聞いてちょうだいね。75年長篠の戦いで信長&家康連合に負けてしまった武田勝頼は、その劣勢を打破するために相模の国を支配する北条氏と同盟を結び、同盟の証として北条氏康の娘北条夫人と結婚します。この時勝頼31歳、北条夫人14歳、超音がつくほどの年の差婚、しかも政略結婚。さぞや北条夫人は嫌だったんだろうなと思うところなんですが、それが実際は超ラブラブだったんだそうです。しかしこの超ラブラブが北条夫人の運命を変えてしまうんです。1578年、上杉謙信の急死によりまして、その家督を争って勃発したお盾の乱。この戦いに巻き込まれる形となった勝頼は不本意であったものの、結果的に同盟を結んでおりました北条夫人の実の兄上杉景虎を裏切ってしまいます。しかもこれをきっかけに武田家は衰退の一途をたどるんです。勝頼は北条氏との同盟を裏切ったこともあり、北条夫人に自分と別れて小田原の実家に帰ることを勧めます。しかし北条夫人は、何を言います、私とあなたの前世の縁が深いからこそ夫婦のちぎりも深いのです。夫婦は二世のちぎりと申します。ここで共に自害して死での山も三途の川も手に手を取って渡り、来世でも共にありたいと願うのが私の本心でございますと、それをきっぱり拒否。そして武田家滅亡の時を迎え、まずは北条夫人が自害、その亡骸を抱きしめながら勝頼も自害したのでございました。愛すればこそのその悲しい結末。しかし結婚にここまでの覚悟が必要だとするならば、私はそう簡単に結婚できません。